行かなくていいのか、南雲。こっちのことはいい。お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。おお。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。偉いやん。あの頭、それわし考えとったんだけどな。何を？何や？ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこ、どこでもええけしがみつぶしに当たってみたらどうですかの。はい。どこか心当たりがあんのか、松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなですわ。はい、ヒロスの居場所を探せ。はい。情報を集めろ。みんなと話すの？そうじゃ、はい、スナック清美におやすさんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。はい。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。はいよ。戻ったらな。こいつは桐生の兄貴。はい。おやすさんの行きそうなところって考えたんですけど、うん、俺はとりあえず組の事務所かなって。うん、広瀬一家の事務所ってことか。うん、ほいじゃけど事務所じゃったら今留守が誰もおらんですけ。うん、鍵閉めとります。おやすさん鍵持っとらんけ事務所には入れんじゃろ。うん、そっか。おやさん鍵持ってねえんだっけ。そういや事務所留守にするなんて今までなかったもんな。おお。それに陽明連合会もずっとおやさんを探しとるんじゃ。事務所なんかにおったらもうとっくに捕まっとるぞ。お前他に心当たりの場所はないんか。すいません桐生の兄貴、もう少し考えてみます。はい。あ、そうじゃ。うん、キッスアポロ行ってみたらどうじゃ。キッスアポロ。キッスアポロはおやさんがいつも出前取る店じゃ。うん、確かにキッスアポロのマスターなら何か知っとるかもしれんの。うん、キッスアポロは商店街にある。行ってみる価値ありそうじゃ。はい。こいつは。ああ、墓地の方なんてどうじゃろ。墓地。あそこは外から死角になっとるし、うん、人通りも少ない。確かにあそこは滅多に人が来ないからな。うん、調べてみてもええかもしれん。はい。まあどっか行かなあかんと思うんですけど、まあちょっと行ってみましょうか。はい、じゃあ行ってみます。はい。桐生の兄貴、はい、ここ出るんすか。なら俺らも行きます。来いや。表にはまだ本家の連中がいるでしょうし。うん、いや俺一人でいい。お、一人か。お前ら他にも親分のいそうな場所を考えててくれ。一人で行くってそが無茶な。やるよ。俺と違ってお前らはこの町で生きる陽明連合会の人間だ。これ以上上に弓引かねえ方がいい。はい。ちょっとまだマップ見てみようか。ここは何なの。ちょっと拡大して、あ、場所の名前は出えへんのか。ここなんやろ現在地。あ、ここがあのスナック清宮ね、多分。待てよ、ここなんやろ。ちょっと待って、一覧表示。そうなんちゃう。どこ行ったらいいんやろうね。墓地って多分上の方ちゃうか。ここなんやろね。まあちょっとなんか適当に行ってみようか。ちょっと行ってみますね。はい。まずなんかここ矢印でここ行ってみようかな。ここなんやろ。ここはあれか、広瀬工業の事務所か。はい。誰もおれへん言ったもんな。うん。人の気配もしねえ。ん？何？なんか今横に扉なんかあるやね。こっち向いたな。何やろ。こっちに向いたっていうことなんかあるんか。待てよ。待て。開いてるな。はしごがあるやろ。そこにはしごあったもんな。行くんじゃろこれで。
やっぱりこうは答えか。どうやろう。登るんや。アイキル行ってくれ。お前昭和の家やな。靴脱げよお前。はい。広瀬の親はなぜハルトを黙って連れ去った。はい。なんかあるんやろうね。ここに何かその手がかりあるかもしれない。はい。広瀬の部屋を調べる。てか答えはここやったんかな。待てよ。あ、なぜ調べる。どこかのスナックのマッチか。昭和や、ほんま昭和やこれ。スナック砂時計、この辺にある店か。どこ？そんなんあった？親分行きつけかもしれないな。ここを出たら探してみるか。はい。スナック砂時計まで。これ降りる時もあれかな。降りる時もはしごからか。はい。はしごちゃうな。こうか。こっから出るの。今ここ誰もおれへんもんね。はい。鍵開け取ったるぞ。あ、今靴脱いでるやん。あ、履いた。はい。ここやね。いや、開けたら、あ、開けてんやろ、今。おい。驚きりゅう。こがんとこにおったんか。はい。一人でいい度胸じゃの。やるよ。陽明連合会か。広瀬のじじいはどこじゃ。お前らはなんで広瀬の親分を探してる。それとも、本命は親分の連れてる赤ん坊の方か。ふん。グダグダ話すより踊れの体に聞いた方が早そうじゃの。ここに蹴りつけたるぞ、キリュウ。喧嘩が。道島の竜がなんぼのもんか、見せてみや。はい、喧嘩ですね。おっしゃ、もう行くぞ、俺は。はいよ。はい、来い。おい、俺広島好きやけどな。別に恨みはないねんけどさ。やったるわ、なめんなよお前。東京、俺で東京の人間ちゃうけど。おいよ、終わらせてやるよ。はい、はい。じゃこれは、古賀花子とか。お、驚きりゅう。何や、もう立ててすまんど。今更何言ってやる。先に手出してきたのはそっちだぜ。おう、じゃったら殺せや、やってみ。こっちは死ぬ覚悟ぐらい特訓できとるんじゃ。おお。ほら、殺せ、早よやらんかい。あ、やるの、きりゅう。くだらねえ芝居はよせ。うん。大声出してるとこ見ると他にもまだ近くに仲間がいるようだな。が、ああ、おんねや。お前らなんで広瀬の親分を探してる。知らん。わしらは小清水の頭に言われて動いとるだけじゃ。広瀬と赤ん坊を見つけてから押さえろって。星水、それしか知らんのじゃ。なんかあるね。ほんまじゃ。松添か。俺には陽明連合会なんてどうでもいい。ちょうど潮時だな。マスゾエを知っているな。うん。あいつは今どうしてる。マスゾエのおじき、東京でなんぞ仕事に行っとるはずじゃ。ああ、詳しく知らねえな。東京の仕事ってのが。同情会の
染め跡杯交渉とか言うとった。なるほど。だが多分あいつはお前らに嘘をついて嘘をついてる。な、何の話じゃ。舛添のおじきが何じゃ言うんじゃ。いずれお前らにも分かる。踊れ桐生、いつかぶち殺しちゃるぞ。芝居とか桐生、これ以上痛い目に遭いたくなきゃおとなしく黙ってろ。桐生相手せえへんねんなこいつ。はい、スナックスナック向かい、はい、ちょっと行ってみましょうか。はい、こっちですね。あ、待て、こっちから行った方が近いんか。いや、俺その場所をよく分かってないんですけども、はい、こう行ってまた、すぐでもええか、はい、おー、すぐ近くやん。はい、じゃあ、こっちや、こっちや。はい、清見の裏か。向いて、こうなってて、ほんま入り組んでる。暗いぞ、ちょっと。お、ここか。誰かおる。え、この人。ん、スナック砂時計。うん、ここか。すまない、あんたこの店の人か。あら、初めてのお客さんね。うちはめったに店開けとらんのに。あ、そうなんや。よう小柄なとこを見つけたね。それとも、どなたかのご紹介。紹介です。このマッチを持ってた人を探してるんだ。うん、広瀬一家の親分なんだが、最近この店に来なかったか。思ったより早くいらしたんですね、桐生さん。お、俺のこと誰かな。広瀬の親分さんよ。あ、そうなんや。今日店を開ける前、うちに来てくれんさったんよ。なんだと。あなた宛てに伝言を預かっとりますよ。はい。これから龍南神社に来てほしいと。場所わかる？ああ、この間スナック清美のママに案内された。一回行ったか。清美さんね、やっぱり男は美人のママがいる店がええか。親分はここに来た時、赤ん坊を連れてたか。うん、かわいい子じゃった。ハルトと女。そうか、わかった、助かったよ。いいえ、どういたしまして。はい、じゃあね、ちょっと向かいましょうか。はい、向こうですね、行ってみたいと思います。はい、のけのけのけい。はい、どんどん行きますね。はいよ。こっちになってて、山の方行くんやったかな、山の方やったかな。着いたね。いいな、こういうところ。人んちの庭で好き放題やってくれますの。お、桐生さん。小清水か。こっちかついな。小清水。おい、そんなん持つな。物騒なもん持ってますね。あんたには一遍広島の喧嘩味合わせちゃろうと思うとった。こいつ俺は素手やぞ。音に聞こえた道島の竜が相手じゃ。うん、つまらん喧嘩にはなりゃせんじゃろ。誰か来いよ。わしら広瀬のじいさんに話があっての。とある赤ん坊を探しとるんじゃ。あんたじいさんの居所知っとるの。
ああ。ほう。俺もあんたに聞きたいことがある。おお。ハルトを狙う理由だ。あの子に一体何の価値があるのか。本家若頭のあんたなら知ってるよな。どうなんだよ。とどのつまり、お互い聞きたいことは力ずくで聞くしかないっちゅうわけじゃ。そうみてえだな。あんたと大手からずっとこん時を待っちょった。汚いな、こいつ。使ってすぐ後悔することになる。望むところじゃ。はい、やったりましょう、こいつ。行くできる。来いや。なんかないっすかね。はい。ああ、待て。おい、武器ないんか。向こう、あ、自転車あるやん。ハゲ来い。来た。いいぞ。ハゲ。俺は髪の毛返してからか、お前。俺に金額とかで、こら。あ、こいつ、ちょっと待ってや。あるね、自転車。オッケー。このハゲ、お前舐めとったらあかんぞ、こら。はい、素手でやれ、素手で。お前喧嘩やろ。いやー、舐めんのよ、お前俺を。はい、はい、いい、起きろお前。よ、ごめんね。キリュー、素手でやれ、素手で。それと髪の毛伸ばせ。終わっとらんじゃろうが。終わっとるわ。終わってねえと思ってるのはお前だけだ。あ、誰かおる。宮迫。ちょっと兄貴、余計なこと言うけ。腰水にわしの顔見られたじゃないの。もう今さら遅い。よくこの場所が分かったな。ええ、わしらもさっきおやっさんの行きつけを思い出してスナック砂時計に行ったんですわ。うん、そうか。それより腰水を起こせ。そいつに聞きたいことがある。起きろ。そんな必要はねえよ。え、たけしおんの。おんのか、たけし。ハルト返せや。おやさん。ハルト、腰水はそのまま寝かせといてやんな。どうせ大したことしちゃいねえから。キリオさん、あんたが知りたいことは全部この俺が知ってる。なんやろ。どんな話なんすかね。さてと、どっから話したもんか。まああれだ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。うん、キリュウさん、あんたんとこの坊主黙って連れ出して悪かったよ。腰水たちが坊主のことを探し始めてたんでね。ああ、そうなんや。俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初はおやさんがハルトをさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。え、何。キルさん、あんたにもだ。何やろ。さ
沢村遥って女の子とそこの坊主はね、うん、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間ずっとこの俺が面倒見てたんだ。へえ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしら今までソガのこと一言も聞いとらせんで。ドガになったんじゃ。なあ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの辰川が坊主の父親じゃなかったってことは桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。誰なの？そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。何やろ血筋。広瀬の親分。うん。それじゃああなたはハルトの本当の父親を知ってるんですね。キル敬語やん。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、キルさん。誰？この場にいる全員がよく知ってんだ。何？待て。坊主の本当の父親はね。うん。誰？まさか。お前が。うわ。宇佐美優太。俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。そうやん。そうやったんや。キル芝居出るし、ハルトの親父何回か芝居出るし。